こんにちは、速稼塾の久保です。今回の Q&A はね、バイナリーオプションについてしっかりとお答えできる機会をこの度設けさせていただきます。バイナリーオプションっていうのは実際ですね、勝てるのかどうかってことを先にお話ししますけども、まあ勝てはするんですけども、まあギャンブルですね、これはね。FX をきちんと突き詰めた私から言わせれば、バイナリーオプション、これはね、完全に超反博打でございます。しかもかなり割の悪い超反博打です。なぜなら、勝った時の手数料が1割5分から2割ですよね。こんなテラ線持っていかれたら、とてもじゃないけどお金残せませんよ。負けた時は0、勝った時はまあ1割5分とか2割持っていかれちゃうというね。そんなことがありますんで、まずはね、勝ち切るのがなかなか難しいです。でしかもこれね、理論理屈とか、あと運勢とか、まあいろんな要素がありますけども、はっきり言ってね、これ超反博打以外の何者ではないです。戦略とか戦術ってのはそれなりに練られてますけども、はっきり言うとこんなもので勝てるようだったらね、 FX の方が簡単です。ですんで、バイナリーオプションをするべきか FX をするべきか迷ってらっしゃるんだったら、まあ私がねおすすめするのは当然 FX になりますけども、バイナリーオプションもやってみて FX もやってみて、結果が出せたのは圧倒的に FX なんですよ。 FX はバイナリーオプションの参加者よりも参加率が大きいんですよ。しかもヘッジファンドまでやってるわけなんですよ。要するに金融のプロフェッショナルが練り込んで練り込んで、試行錯誤の末、出来高も毎日積み上げた挙句、その大きな資金が動く中でしっかりと勝ち残っている理論理屈が完成されたものは FX なんですよ。でもバイナリーオプションはそれがないんですよね。もっと単純に言うと、投資ってのは投資期間が長ければ長いほど読みやすくなるんですよ。それは全体の資金量とか需要が増えているからなんですよ。なぜなら人口が増えてるからです。経済発展してるからです。これが経済衰退して経済が縮小しているというふうに考えた時には、これは今度はね、時間とともにどん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 値が下がっていくって流れができるんですよ。これは理解できますよね。で、長い流れ、30年とか50年で見ると全部が値上がりなんですよ。でも短い時間で見ると下がってる時期もあるんですよね。例えばちょっと例は違いますけども、地球温暖化っていうのがありますよね。確かに今温暖化してるんですけども、全体の流れから見ると全体的に地球は寒冷化してるんですよ。寒冷化する中でもちょっとの期間上がる時があるんですよ。そのちょっとの期間を捉えて地球温暖化だって言ってるわけなんですよね。だから地球が温暖化してるのか寒冷化に向かってるのか、どこからどこまででその期間を切るかによって全然見え方が変わってきます。それと同じようにですね、 FX もそうなんですけども、チャートっていうのはね、世の中の動きっていうのはどこからどこまでを区切るかによって変わってくるんですよ。大きな流れでいくと、地球っていうのは人類が増えてる限り全部右肩上がりです。だから人類が今生まれて18世紀から23世紀ぐらいまで歴史があるとしたらね、この500年間っていうのはまあ間違いなく右肩上がりのものばかりですよ。でも途中で戦争が起きたり、食料自給率が足りなくなったり、人類全体に何らかのね、地球上に住めなくなるような事態が起きてくると、今度は人口減りますから。世界的に人口が減っていくと今度は縮小していく流れになりますんで、あらゆる金融はどん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 先細っていくんですよね。でそういった需要を先回りして値下がりにベットする人が多ければ、まさに値下がりをどん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 加速していくわけなんですよ。ちょっと難しい話になりましたけども、バイナリーオプションは非常に短い時間で、例えば5分とか10分とか15分で結果を出すわけなんですよ。でこうなると瞬間的な偶然性がすごく入ってくるんですよね。でも瞬間的な偶然性を全て計算に入れた上で、例えば1日とか1ヶ月っていうのを測っていけば、これはだいたい値上がりっていうふうに見えるわけなんですよね。ちょっと難しい話になるかもしれませんけども、そうですね、バイナリーオプションっていうのは瞬間的な偶然に頼りすぎるんで、理論理屈が合致しないことが多いんですよ。ですんで非常に難しい、理論理屈もできにくいんですよ。だからバイナリーオプションに入っていく人っていうのは FX で勝てなかった人っていう例がすごく多いです。 FX で勝ってる人って特にバイナリーオプションを必要としませんからね。それから私は情報商材を売ってた時期もありますんで、これは言えるんですけども、お金がない人に向けてはバイナリーオプションと、あとね、ブックメーカーがよく売れるんですよ。でもブックメーカーやバイナリーオプションで利益を出した人っていうのは私から見るとほとんどいないです。もし利益を上げてる人がいるとしたら、その商材を売ってる人なんですよ。自分ではプレイヤーをせずに単なる情報商材として情報販売をしている人が紹介料として儲かっている例はあります。でその紹介料の連鎖で市場が大きくなっているってところありますけども、実際にプレイヤーとして儲けようと思ったら非常にきついです。これは転売も同じです。転売も転売だけで、やっぱり慣れさせようと思ったら非常に難しいんですよ。ということでね、いろいろと脱線しましたけども、結論、バイナリーオプションが目に入っているうちはまだ FX ができてないと思いますんで、 FX をまずマスターしましょう。 FX をマスターするとバイナリーオプションどころか他のこともね、よく見えてくるようになりますので、投資でまず負けなくなります。
FX で勝ててる人が何らかの投資で負けるっていうのはこれは聞いたことないです。ただ FX で勝てなかったから他のところに行ったっていうので、そこでは勝てたよっていうのは聞いたことないです。これ私の見えてる範囲からかもしれませんけども、まあ誰よりもね、多くの情報商材を扱って、誰よりも多くの情報販売者と触れ合って、投資家さんとも、対談をしながら、そしてインチキな投資家さんも見ながら、私が総合的に判断するとバイナリーオプションは近づくなってことですよね。はい、以上参考になっていただければ幸いです。